ニコラ・ビラリオビチ・リセンコは、ウクライナの作曲家、ピアニスト、指揮者、民族音楽学者。リセンコは、ソ連体制下では、ウクライナの市民階級の国粋主義者とみなされていた。リセンコは、ウクライナのクレメンチュークに生まれた。父は、ビラリー・ロマノビチ・リセンコであった。リセンコは幼い頃から、ウクライナの農夫の歌う民謡や、タラスシェフ・チェンコの死に強い関心を持っていた。 1861年に死亡したシェフチェンコの亡骸がウクライナに戻るとリセンコは棺を運ぶ者の,の中に加わっている。キエフ大学に在学中に彼が収集と編曲を行ったウクライナの民謡集は7巻にまとめられて出版された。主に情報源となったのはコブツァーリのアストップベラサイであった。オスタップベレサイリセンコはハルキウ大学において 生物学を専攻し、音楽は私的に学んでいたに過ぎなかった。ロシア音楽協会から奨学金を授与され、彼はライプツィヒ音楽院で、さらに音楽の専門教育を追求できるようになった。この音楽院で過ごす間に、彼は西側の作曲家の模倣をするのではなく、ウクライナの音楽を集め、発展させ、創造することが重要なのだと理解した。 キエフへと戻るとすぐに、リセンコは、ウクライナを主題とした作曲を継続した。ウクライナにも大ロシアの文化を浸透させることを目指していたロシア音楽協会は、親、ウクライナ的な彼の作曲方針を援助しようとしなかった。結果としてリセンコは彼らとの関係を断ち、ロシア語の死には決して曲をつけようとせず、また自作のロシア語への翻訳を一切禁じた。 1870年代中盤に若いリセンコは還元落法と作曲の腕を上達させるためサンクトペテルブルクへと赴きリムスキー・コルサコフに還元落法を指示した。しかしながら熱心なウクライナ国粹主義でロシア帝国の先制政治を軽蔑していたことは彼のキャリアの妨げとなった。彼は1905年のロシア第一革命に加担した罪で 1907年にしばし投獄される。1908年にはキエフで結成されたウクライナの国民的著名人の集まりであるウクライナクラブの代表となった。オペラのリブレットを作成するにあたってリセンコはウクライナ語のみを用いるよう強く主張した。チャイコフスキーは彼のタラスブルバに感銘を受けモスクワ上演を希望したがリセンコがロシア語ではなく ウクライナ語を用いての上演を主張して譲らなかったため、モスクワ公演は実現しなかった。後年、リセンコはウクライナ音楽学校を開校するための基金を立ち上げた。彼の死にはウクライナ国中が広く悲しみに包まれた。リセンコの娘のマリアナは父の足跡を追ってピアニストとなり、息子のオスタップもキエフで音楽を教えた。 リセンコリセンコのピアノ曲はウクライナ国外ではあまり知られていない。ソ連の音楽学者らは彼のピアノ作品についてショパンから派生したものであると考えていた。そのためこれらの作品は彼の声楽作品ほどには音楽学者の関心を引いていない。リセンコの初期の声楽作品はウクライナの民謡による曲や主に タラスシェフチェンコの死に付して作曲した楽曲であった。その後、彼は他のウクライナの詩人の作品も手掛けるようになり、また一部は自分で行うなどしたドイツの詩人の作品の翻訳へも曲をつけた。タラスシェフチェンコ、レーシャウクライーン家、オレクサンダー・オレスラの結出したウクライナの詩人の死へ作曲されたリセンコの歌曲に対する関心は高まりつつある。 その一員には、イギリスのオペラ歌手であるパブロ・フンカの近年の貢献が挙げられる。リセンコは、数多くのオペラ作品を書いている。ナタール・カポルバーカ、ユトプリーナ、タラス・ブルバなどである。リセンコは、盲目のコブツァーリ、アストップ・ベイラサイの音楽に関する、初の民族音楽学研究を行い、これは1873年から1874年に、 かけて出版されて、現在に至るまで、模範的なものであり続けている。この研究の中で、リセンコは、ウクライナの旋律要素が、ロシアのそれと異なる点を、ウクライナ音楽特有の半音階への近接、及びその仕様によって説明づけた。リセンコは、他の古物ありの楽曲の研究、編曲も継続していっていた。ポルタバのオプアナズスラスチャンやチェルニーヒウのパベロ、 ブラティッツィアなどが対象であった。また彼はト弁などの他のウクライナの民族楽器についても徹底的な研究を行った。彼がウクライナの民族楽器について記した研究成果は彼をウクライナの楽器分類学の始祖とし、またロシア帝国初の楽器分類学者とするにたるものである。ありがとうございます。